すごい綺麗、ね、いわゆるピュアなハトですよ。ちょうどいいんじゃない、そのカラフト。ほんと合ってる、うん、このハトでもすごく人気のスポットで、今もう水がなくなって、道路になったの、なんかそんな経緯がある。Yes, yes, easy. Photo? Yes, of course. Hola. Buenas tardes. 今日はベラナフォトに来ております。こんな感じです。すごい嬉しい、ね、私ずっと来たかったので。ベラナフォトはメキシコシティからは北、北だね、うん、バスで1時間ぐらい行ったところにあります。はい、ここからも分かると色使いがね、すごい綺麗な、そう、カラフルな街を今日はこの街を探索していきたいと思います。浴衣でね、こんな感じで一緒に。グラスでナーダアディオス、アディオス。はい、こんな感じでいっぱい話しかけられますね。ねえ、嬉しいね。昨日ね、食べて美味しかった屋台で、そうだね、ご飯をまた食べに行きたいと思います。昨日食べたのはこれです、ね、今日は、ゴルディータ。そう、ゴルディータ、ここが美味しいんだよね。あ、オラオラ、ベノスタルです。ニコ、2つ頼もうか。じゃあ、ドッゴルディータ、ゴルディータ、うのパパ、パパ、カズマ、パスだけで、あパパコンケスト、イエイイエイ、パパコンケスト、なんだろうね。あ、リコメン、リコメン、リコメンダード、リコメン、うん、あは、シ、じゃあウノチョリソコンケスト、なでチョリソコンケスト、いや、おすごいちゃんと料理名になってる。おいしそう。これが昨日食べたトラコイヤ。でこっちの丸い方がゴルディータ。ちょっとこうやって入れて、ね、美味しいんだよ ね、 ね。ゴルディータっていうのはいろんなものを詰めて、一回炭焼きみたいな感じですね。うん、下にね入れて。そう、下に入れて。熱くないのかな、すごい。見て、下のところ映ってる。おお。炭焼き。炭焼き。ああ、グラシア。グラシア。セベリーコ。セベリーコ。ああ、見せて、ね。すごい美味しそう。パテとかチーズと。あ、グラシアス。グラシアス。これも美味しそうだね。チョリソーと。チョリソーとケソー。チーズ。じゃあ食べていきたいと思います。じゃあまずこのゴルディータのポテト。と何が入ってるんだろう。なんだろうねこれ。この緑のやつ食べてみたいと思います。うん。美味しい。うん。うん。外が硬い、パリパリし。ムイリッコ。うん。リッコ。美味しい。美味しい。コモセヤマエフトエン。あ、うん、ゴルディータ、うん、ベルデ、ベルデ、ノッパーレス、ノッパーレス、グラシアス、ノッパーレス、ノッパーレス、ちょっと何なのかは後で調べたいと思います。トラコイヤの方はこのなんかスイートポテトみたいな見方してるんだよね、形こういう風に間に入れてくれます。チーズを入れてくれてる。トラコイヤはなんか中身が決まってるんだよね。そうかもしれないね。自分で選ぶっていうかはさ、確かに何も聞かれないもんね。そうで、チーズを入れて、グラシアス、グラシアス、うん、いやー美味しい、ね、じゃあこれいただいていきます。え、外がパリッパリ、外はそうパリッパリ、うん、美味しい、美味しい、うん、本当に美味しいよねこれ。熱い熱くて揚げたて、焼きたてか。なんと今お金を払うのを忘れてたという大失態、ね、ま、ロシエント、ロシエントメキシコはね、だいたい屋台ってさ、後払い、 後払いが多いよね。そう、そっか、一人シエント、あ、シエン、
Gracias. Gracias. いくらだった？なので100ペソだから750円ぐらい。おお、まあまあまあ。あのだいたいメキシコってね、屋台で1個食べると20から25ペソぐらい。うん。150円から200円ぐらい。一品がね。そうそう、一品が。で、今4つ食べたから、お腹が空いてて4個食べたからそれぐらいになりました。そんな感じだね。グアナファトの街ではね、結構こういう風に。お野菜とか市場みたいな形で美味しそうな野菜がいっぱい売ってるんだよね。野菜、立派な野菜もね、美味しそうなの。あとこういう感じでパンも結構売ってるよね。ね、パンもよく道端で売ってますね。ちなみにパンはスペイン語でもパン、パン唯一ぐらい覚えてる。あ、そうか、スペイン語がパンなんだ。確かにスペイン語がパンで日本でもパンと呼んでるというところです。なんかさ、すごい子供がたくさんいるんだよね。子供がたくさんいる。学校帰りみたいな、ね、まだね、1時とかで時計ついてなかった。早いのに、ね、学生さんがいっぱいいるのはなぜ？グアナファトはさ、まあ、大学もあるし、なんか比較的子供や学生がすごい多いよね。そうだね、なんか若い人が多い。すごいね、学校ですね、ここは。学校か、小学校かな。みんな下校してるみたい、ね、お母さんたち、お父さんたち、ね、迎えに来てるね。なんだろう、すごいな。なんかさ、結構お父さん率高くない？なんか用事があったんじゃない？違う、うん、そうかも、用事があったのかも。グアナファトはね、そう、道が細くて結構車の量多いよな。うん、車と割と近く歩く感じがします。結構交通量多いかな。通勤の時間は結構渋滞するって言ってたもんね。言ってた、カウチのホストが言ってました。ふと上を見上げるとこんな感じだよね、グアナファトは。うん、その細い通りとかもね、すごい絵になるね。本当どこも絵になるよね。すごいね、こう教会も色が鮮やかだよね。ね、カラフル、ね、かわいいね。なかなかヨーロッパとかだとあんまこういう教会ないの。確かに中米というか、メキシコらしいこの色使い、うん、色使いですね。グアナファトなんでね、結構洋服のお店がすごい多いよね。オラ、ブエノスタルデス。うん、こんな感じで、うん、すごいかわいい。これめちゃめちゃかわいいな、うん、刺繍が入ってて。そうだね、でも結構しますね。1890ペソ。結構するね。1万円以上。う、ね、うん、あー、ナイス。あー、グラシアス、グラシアス、嬉しいね。ハポン、ハポン、いや。あ、東京、東京、東京。Bienvenidos. Oh, gracias. Yeah, gracias. Ah, gracias. Qui, ski te ita. I'll. Ah, me gusta Guana Fato. Me gusta Guana Fato. Guana Fato. Yeah, Guana Fato. Beautiful. Thank you. Thank you. Thank you. 楽しい、ね、楽しい時でした。すごいね、カズマ。もう一回言って、なんていうの、好きってなんていうの。メグスタ、メグスタ、そう、 I like。 おお、ちょっと私も頑張ってスペイン語覚えなきゃ本当に何にも。なんとなく日本のどこから来たのっていうのは、うん、なんか分かったね。なんかパートって私も聞こえた。そう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 、聞こえたから、あ、パールとかな。おお、ね、そう、頑張ります。少しずつ、ね、スペイン語を勉強して、はい、喋れるようになっていきましょう。なっていきましょう。はい、これがテアトロフアレス、フアレス劇場、劇場がね、すごい立派だよね。グアナファトは結構あれだね、その音楽とか芸術、アートがすごい盛んなんだよね、うん、こんな感じでね音楽がね、根付いている街ということですね。うん、本当に素敵。この辺はすごくヨーロッパ風な感じだよね。そうだね、うん、この2階とか、そう、ね、そう、ベランダの感じとか、うん、そう、3年前か1回ここにグアナファト来たことあるんですけど、だからあの辺のね、どこかのお店でご飯食べた時に、そう、ね、クレジットカードをスキミングされるっていう事件がありました。グアナファトの個人的にはすごいおすすめの景色が見れるポイントです。お気に入りね、すごい綺麗、すごい綺麗だよね、カラフルで。で、なんか今ここにね、地下道が見えると思うんですけど、もともとはグアナフォトってこう金とか銀が取れる鉱山で、まあ、そこの下に川が流れてたんだけど、鉱山で水を使いすぎて、まあ、もう水がなくなって道路になったと、なんかそんな経緯がある街みたいです。
面白いね、ここが本当は川だったんだって思うと、ね、なんか面白いよね、不思議な気持ちになります。今は道路になってるんだよ ね、ちょっとね、地下道は若干治安が悪いとは言われてる。まあ昼は大丈夫だと思うけど、夜行くことがちょっと気をつけた方がいいらしい、ある場合は気をつけた方がいいみたいです。はい、ということで今からあそこかな、ピピラの丘、すごいね、グアナファトといえばのね、景色が見れる丘に登っていきたいと思います。 Let's go。 あ、早速登っていきたいと思います、ね、早速すごい気になる、ちょうど今死者の日の、ねね、前なので、こういう感じで、かわいい、これも全部あれだね、ドクロ、スケルトンだね、うん、お砂糖菓子って言ってたよね、ね、死者の日用のお菓子が売られております、ね、こういう細い道をとにかく上に登っていくって感じだよね。なんかさ、すごい本当にカラフルで可愛くて、上にもこういう電気が ね、いっぱい張り巡らされてるから、オラオラ、だから夜になったらまたね、綺麗なんだよね。もう行く途中で誘惑がすごくて可愛くない？うん、可愛いお店がいっぱいなの。はい、ここがグアナファトでもすごく人気のスポットで、口づけの小道って呼ばれてる場所なんですって。右側が確か裕福な女の子が住んでた娘さんがいて、でこっちの左側が貧しい甲府の青年が住んでて、で2人はこう恋に落ちてここでキスをしてたんだけど、なんかでも悲しい物語なんだよね。最後は結ばれずに娘さんが殺されちゃう、娘さんがね、お父さんに殺されちゃうみたいな、うん、っていう悲しい物語、ロミオとジュリエットみたいな、 ね、なんか物語みたいです。けどあのベランダから身を乗り出してキスをしていたらしいと、今では写真スポットになっております。であそこの下から3番目で口づけをすると、15年間はその恋人たちは幸せでいれるらしくて、なんで15年なのか分かる、ね、なんでなんだろうね。でなんか2番目でキスをするとなんか不幸が訪れるとか訪れないとかみたいな言い伝えがあるらしいです。、はい、ちょっとね気になるけど一旦上に登って後で考えたいと思います。はい、とりあえずね、よくわかんないけど上に上がっていけば着くだろうっていうような、はい、マイルドアドベンチャーなので、そうだね、あまり Google マップを使わずに今思うがままに歩いております。適当な道を歩いております、ね、ちなみにね、グアナファトって1500年ぐらいかに金とか銀が、ね、取れるっていうのが分かって、スペインの植民地だったっていうのもあって、ここでね、こう鉱山ができて、で現地の人たちはこう甲府として働かせられてたんだろうね、うん、そうで、すごい時はなんか世界の3分の1の銀がすごい、ね、このグアナファトでそう取れたらしい。それですごいこう栄えて、うん、街が発展したみたいな、まあ、ただやっぱりね、その格差みたいなのが広がって、それがその後のね、メキシコの独立戦争につながっていくっていうような、そんな歴史がある街になってます。はい、はい、はい、あのちょっと閲覧注意です。苦手な方は閲覧注意なんですけど、こちらがメキシコのゴキブリです。あんま日本ほど気持ち悪い感じないよ ね、うん、なんか干からびてない、大丈夫、ね、干からびてるかもしれないゴキブリ。昨日あの虫を見て、私はゴキブリかなって思ったんだけど、カズマはいやゴキブリではないとかって言って、ね、だってグアナファトってさ、すごい高地で乾燥してるからさ、確かにゴキブリってなんかジメジメしたさ、とこにいるイメージじゃん。うん、北海道とかいないもん ね、ゴキブリ。でも動画を撮ってカウチサーフィンのホストに、この虫は何って聞いたら、あっけなくコクロチって言われました。オラオラベノスタールです。ベノスタールです。すごい可愛い、ね、ちゃんとゴミ捨てしてる、偉いね、偉いね。可愛い、ね、可愛いわ、これはすごい可愛い、ね、しかも浴衣がちょうどいいんじゃない、そのカラフルで。本当合ってる、うん。ほらほらグアナファトの人たち本当にみんな、なんか優しいというか穏やかというか、すごい挨拶とかしてくれるよ ね、穏やかで。こんな道を ね細い階段とかをこうずっと上がっていきます、ね、おグアナファトはもうそもそもがね、標高 2000m 超えてるっていう。そうだね、なのでやっぱね息が上がりやすいですね、うん。この階段と浴衣とで割とヒーヒー言ってます、ね、ヒーヒー言ってます。頑張ってます。まあでもね、こっち側見るとあ、綺麗、綺麗だよね、本当に。あ、これはなんかおー、すでに綺麗だもんね。
すごいすごい、ね、登ってきた甲斐が感じられる。今すごい街からタイタニックの音楽が聞こえてきてすごい好きだからエモーショナルな感じで登れてます。トゥルルルルルルルラストだもんね。頑張ろう、ね、おこういうのは一気に行っちゃった方がむしろ楽という説を。そうだもんね。でんひとまず上がりました ね。きれい。あっちのそうであっちの方にあの有名なねピピラの銅像投下があります。ちなみにピピラはその鉱山で働いてた鉱夫だったらしくて、うん、でそうだね。でピピラなんだっけあれだいぶあのピピラの丘からは離れたところに自分についてから結構歩かないといけない、はい、しかも上に着くとより太陽が近くて、ね、キャー踏んだなんか踏んだブニってしたんだけどまあでも大丈夫か。なんかいいねこの音楽の感じがメキシコを感じさせます。ちょうど見えてきた、ね、ピラが見えてきましたね片手上げてる ね。よしじゃああとちょっと頑張る。ピピラの丘やってきました、ね、もう景色が見えてきておりますがもうヘロヘロ、ね、こんな感じで綺麗。いややっぱ綺麗だね。めちゃめちゃ綺麗、ね、綺麗ですね。綺麗だ ね。ちょっと雲が今多くなってきちゃったけど本当だ。それでもすごい綺麗ですね、うん、あーイエーグラシア写真撮ってってYeah, we're speaking English. Thank you so much. It's called yukata. Kind of like a kimono. Like kimono. This one? Yukata? Ah, from Japan. Yukata. Yeah, Japan. Japan. Kimono? Yeah, kimono. Where are you from? Yeah, yeah, you too. Have a good day. Here? I see. Oh, cool. Thank you. Have a good day. 興味を持ってくれる人が多い。これ、一番のメインスポット来ました。来ました。すごい綺麗。いわゆるピュアなパトですよ。ですか？え？じゃない。そうなんだ。そうだね。多分。あのね、さっきオープニングを撮ってたところがあの黄色いね。オープニング。え？撮ってたじゃん。そうね。そう。あのバシリカ。はい。で、あのちょっと奥にある白っぽい建物がグアナファト大学です。ですね。綺麗なキャンパスだよね、すごく。なんか芸術と音楽に強いというふうに聞いてます。ね、これさ昨日見たけど夕焼けとさ。夜景がね、全然違う景色で、うん、夜景はね、星みたいになんか光るよね。うん、そうだね。すごい綺麗だよね。写真を載せます、はい、昨日もいた人が来た、ね、あの毎日来てるんだ。すごいね。じゃあちょっとあそこにいる骸骨さんと一緒に写真を撮っていきたいと思う、ね、昨日から見せたからな。骸骨なのかな、ね、違う、あれ何だろう、ね、仮想の人、まあ、とりあえず行ってみようか。フォートオラーシーオラーベノスタールです。ベノスタールです。リサン&カズマ。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 What's your name? アンヘル。アンヘル。Nice to meet you. Nice to meet you. We are from Japan. Yeah. Japan. Yes, for me. Yes, I love it. Very good. Yeah, let's take a picture. 撮れた。バイバイ。なんかお城はすごいね。あ、修学旅行かな。修学旅行みたいな感じだね。はい、こんな感じでね、ピピラの方。あら、あ、yeah, of course, yes, 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 yes. Disculpen. Vente, Mateo. Gracias. Ah, gracias, de nada. 浴衣で来るといろんな人に話しかけてもらえるのも楽しいよね。楽しいよね。Thank you. Gracias. Yeah, gracias. 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 Do you like Japan? Yeah. Yeah. I'd like to go there someday. Oh, yes, oh, yeah. Please come. We are from Tokyo. Yeah, you're from Tokyo. Oh. Hey. 嬉しいリアクション。You are from here? Guanajuato? Guanajuato? Pachuca. Ah, nice.Thank you. What's your Instagram? Sure. インスタを交換します。
はい、なんかすごい嬉しい反応、ね、嬉しい反応だったね、あそこのタイミングで、ね、可愛かった ねすごいこう話しかけるかどうか、なんか俺らがあたかも有名人みたいな、そうそうそう、キャーね、そんな感じだったね、全然そんなことないのに、ね、面白かった ねそう、嬉しかったね、いつかジャパン行ってみたいって言ってくれてバイバイ、バイバイ、ほら着物着物 We are from ハポンハポンフォト Yes, of course かわいかったね、家族連れにも一緒に写真撮ってって言ってもらってね、うん、まあ、インスタグラムも交換しました、ね、こうやって地道にインスタグラムを交換してすごい地道だけどいいね、はい、ということでグアナファトいろいろと散策してまいりました。グアナファト大好き、すごい綺麗すごい綺麗じゃない、あでもめっちゃ綺麗だね、本当に街中歩いてるだけですごい楽しいよね、うん、何回来ても綺麗だなって楽しめる、そんな街になって人がすごいなんか優しいというかね、そうだね、穏やかで、うん、観光地っていうのもあって割と安心して歩けるよね。そうだね、グアナファトは夜は一部ね治安悪いとか言われるところもあるけど、基本は撮影してもね全然問題なしっていう感じで、治安も安心できるし、すごいおすすめの場所です。はい、浴衣で来るのも ね、そう、浴衣で来るとすごい人気者になれますこんな感じでグアナファト編は以上で終わりたいと思います。アディオー、また見てね、アディオー、バイバイ。こうやってね綺麗な街並みがある一方でね、結構ねゴミも散乱しております。ね、本当、ね、悲しいよね、わざとじゃなくて海岸とかでなんかこう飛ばされていっちゃったゴミなのかなみたいなゴミじゃなくて、こう明らかにポイ捨てしたなっていうゴミが目立つ、いいね、この音楽かけてノリノリで仕事する感じがメキシコっぽい気がする。オラー、ブエノスタルデス。ケーブルカーもあるんだよね。あ、そうそう、ケーブルカーもあるんだよね。登るのがきついよっていう人はケーブルカーもあるので、うん、まあそんなきつい道ではないと言いながらさっきハーハー言ったけどまあ道中が楽しいからな、うん、歩くのがおすすめです。まあケーブルカーは我々的にはお金がなくて乗れないですけどそうだ ねそれはそれでまた綺麗なんだけどね、ケーブルカーはすごい綺麗なんだけど、ね、とっても臭いとっても臭い場所です。Thank you.